こんにちは。今日は2024年2月の26日です。前回の動画のコメントでですね、熊高議員のね、部分が短すぎるというようなね、コメントもいただいてたんですけれども、熊高さんの部分っていうのは、一応動画撮ったんですけれども、熊高さん自身に動画をお渡ししてます。熊高さんもね、自身のチャンネルを持たれてるので、僕がね、編集するよりは、熊高さん自身が自分でね、使いたい部分を編集して、自分のチャンネルで、上げちゃったらいいかなと思ったので、僕の方ではね、あんまり、長々とね、載せずに、熊高さん自身に動画を渡したということなので、ちょっと短めになっております。今日はですね、予算決算常任委員会が行われました。今日のね、予算決算常任委員会は、令和5年度の補正予算です。来年度のね、新年度は3月に入ってからね、また委員会があるんですけども、今日は、令和5年度ね、1年間、事務事業をね、行ってきて、余ったものとかね、そういったものの補正という形で、委員会がありました。例えばですね、毛利元就の入場500年記念っていうのが、去年いろいろね、事業あったんですけれども、その中でね、市民が行う、イベントといいますか、そういったものに補助金を出すというようなね、予算もありました。これ当初予算でね、500万円計上されてたんですけれども、残りといいますか、今日マイナスになってたのが411万円戻しますよというようなね、結局90万しか使ってないっていうのは、それはどうなのっていうね、なんでそういったことが なったのっていうようなね、そういった話も質疑の中でするというようなね、そういった予算委員会だったという感じです。そういった感じでね、今日の予算委員会は可決ということで、終わりました。で、コメントでね、ちょっとね、いただいてたことで、前の動画かな、議会運営委員会の議事録がまだできてないんですっていうような話をしたときに、議事録ってどのくらいの時間でできるんですかっていうようなコメントもいただいてました。で、これに関してはですね、事務局の体制によって、自治体によって全然違います。それこそね、政令指定都市のようにね、事務局員がたくさんおられるようなところだと、専門的にね、それをずっとついてできてたりすると、割と早くできたりするんですけれども、やはり事務局がね、人数が少ないところはなかなかそっちに手が回らなくて、どうしても遅れてしまう、時間がかかってしまうということが起きます。それこそ、町村議会なんかね、議会事務局の人員が2人しかいないようなところもあったりするので、よく正直ね、それで回るなっていうのはね、思ったりします。なので、そういった意味で、特に秋田方市今ね、いろんな注目されてたりね、してね、議会事務局の仕事がかなり増えてたりします。議員に対するね、問い合わせなんかもね、事務局にかかってきたりっていうのが、かなり前の動画で喋ったと思うんですけども、そういったことがあると、やはりまた、その事務局の方の通常業務ができなくなったりするので、そういった中で、どん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 遅れてしまっていっているっていうのがね、正直いい現状かなと。その件もね、ちょっと今日熊高さんね、補正予算の質疑をちょっとされたんですけども、その予算が計上されているわけではないので、結局答弁はなくというような形でね、終わったんですけれども、そういった意味で、やっぱり事務局の体制によって、その辺は左右されます。本会議とか、委員会ね、常任委員会、正式なものに関しては、秋田方市議会に関しては、その外注に出してるんですけれども、議会運営委員会や全員協議会の議事録は事務局の人が作ってますので、やはりね、手が回らないと、どん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 遅れてしまうというのが現状です。そういった中でね、今遅れてますので、ちょっと待っていただくしかないかなと思うんですけれども、そういったところもね、ご理解いただけたらなと思います。来週からね、一般質問があったりしますし、委員会もあったりしますので、原稿作ったり、来年度の予算のチェックしたりとかね、いろいろね、まだまだやることはたくさんあるので、これからもね、頑張っていきたいと思います。今日はね、この辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございます。明日の試験大丈夫かな。